まとめてね、まとめてこんな感じでね、ちょっと行きます。よいしょよいしょ。おーすごい、ほらこれはすごいわ。はい、おはようございます。深村です。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今日はですね、秋じゃがいもの追肥をやります。1回目の追肥ですね。これ10月の上旬に与えます。で、こちらはですね、今芽が出てきている、じゃがいもがですね、アンデスレッド、そしてですね、グランドペチュカというね、まあ、秋作向けの、品種になります。まあ、それ以外のものもですね、栽培をしてるんですけど、まあ、そちらの方はですね、まだね、芽がね、こう、乏しかったりですね、まだ、発芽してこなかったりとかですね、あるので、まあ、今日はですね、その、アンデスレッドと、グランドペチュカですね、こちらの2つに、追肥、そして、中耕と土寄せというのをね、ちょっとやっていきます。で、秋じゃがはですね、まあ今ね、10月の上旬で季節がですね、秋ということでですね、気温がだいたい25度前後ぐらいですね、平均気温がね。で、こちらの方になってくると、お芋というのはですね、まあ生育が結構旺盛になります。気温が高いとお芋っていうのはあまりね、向かないんですよね。寒くてもダメなんですね。まあ霜が降りると、じゃがいもはですね、一気に枯れてしまいますんで、この生育適温というかね、生育適温があるんですけど、まあこちらがだいたい25度前後ぐらい。まあこれぐらいの時がですね、一番生育が旺盛なんですね。ですから、多分秋じゃがでですね、まあ今年ですね、そうですね、発芽するまでですね、難しかったっていうのがね、あってですね、まあこういうね、経験されてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあこのね、発芽をしてきてからですね、追肥の管理というのが2回あります。で、これが発芽が見込めてきた頃にですね、一度追肥をします。で、僕の場合はですね、秋じゃがの場合は芽かきはしません。まあ春じゃがもね、基本芽かきは、コンテンツ上でですね、芽かきした方がいいよとかね、まあ大きいお芋を作るために芽かきした方がいいよとかそういうことをやるんですけど、
基本的にはやりません。基本的に全部はねやりません。あの数が多すぎて、やりません。ですからあのまあ、それでもですね、追肥の管理の仕方によってですね、大きいお芋って作れるんですね。でまあこのね追肥のまず種類からなんですけど、油かすとカキ殻有機石灰、これをブレンドしたものを与えます。またはですね、あの昨年でしたらぼかし肥料ですね。まあ元のベースはぼかし肥料を使ってるんですけど、あのまあその後ですね、ぼかし肥料がちょっと切らしてしまってるっていうのを、切らすっていうかですね、もうちょっと残りが少ないので果樹の方に与えたいので、まあその分ちょっと取っといてあるんで、あのぼかし肥料今回与えないで、油かすと有機石灰ですね、このブレンド肥料になります。でこちらの方を、与えていきます。で油かすはね非常にいい資材です。油かすは単体だけでもいいです。ただあの、カキ殻有機石灰をね、一緒に与えることによって、いいお芋ができます。いいお芋が。で、お芋の場合はね、比較的こう、pH値のことをね、気にする方とかいらっしゃると思うんですけど、最初の初期段階でですね、あの、まあ、米ぬかとかですね、あと、あれですね、あの、ぼかし肥料とかですね、嫌気性ですね、そういったものをすき込んでおくとですね、ほぼほぼ、まあ、このお芋の病気ですね、ジャガイモの病気を抑制することがね、結構できるんですね。で、pH 値を結構気にする方いるんですけど、まあ、あんまりね、気にしなくても、あの、いいお芋はできます。これは、あの、畑の、環境によってですね、やっぱり変わります。で、まあ、例えば、モザイク病とかね、そういったのもあるんですけど、まあ、モザイク病っていうのはですね、葉っぱがね、サビ病にこう枯れていくんですね。モザイク用にこうサビのようにですね、こうつくような病気とかあるんですね。で、まああとはお芋がね、かさぶた用になったりとかね、まあいろいろ病気はあるんですけど、まあ一般的にね、その病気はあのアルカリ質の方に傾くと出やすいっていうことがね、言われてるんですけど、まああの僕はね、栽培をしていてそんなことはないっていうのをね、あの経験をしてます。でこれはあの有機でねやってますんで、まあ、そこら辺がまたね、あの一般的なその栽培の管理の仕方とはちょっと若干違うのかなっていうところで、この病気がね出づらいのかなっていうふうには思うんですけど、まあここでですね、あのまあ油かすとカキ殻有機石灰ですね、こちらの方ちょっと与えていきます。でまあ油かすはね本当にね優秀な資材です。でこれ柑橘でもね、よく使うんで、あの、よかったらですね、皆さん、あの、油かすね、使ってみてください。効果ね、てきめんですからね。今ですとね、大根とかにも使えますしね、人参にも使えますし、いろんな植物に使えますからね。これは植物性堆肥といってですね、まあ、あの、植物が栄養素を吸収しやすいような状態になってるんですね。発酵肥料というふうになってですね、これを使うといいんですね。でさらにこのカキ殻有機石灰っていうのがですね、まあ、天然のミネラル分ですね、まあ、こちらの、例えばモルブデンとかホウ素とか亜鉛とかですね、まあ、そういったあの豊富な要素を含まれてるんですね。もちろんカルシウム、マグネシウムもそうなんですけど、あのこういった資材をね一緒に、すき込んであげることによってですね、株がみるみるうち元気になります。25度ぐらいで元気です。ですから、まあ、11月のですね、そうですね、中旬から下旬ぐらいまでにかけて、結構大きくね、生育してきます。これがね、秋ジャガイモの特徴です。で、この後ですね、まあ、あの、11月ぐらいを越していくと、平均気温がね、18度ぐらい下回っていくんですね。まあ、そうすると皆さんがね、大好きな紅葉なんていうのね、まあ、紅葉し始めるんですね。まあ、それぐらいの時期になってくるとですね、もう寒冷舎または不織布なんていうのを貼ってですね、あの保温をしていきます。で霜に当てない、梅雨にも当てないということをね、管理をしていくんですけど、これをすることによってですね、最大12月の中旬ぐらいまではですね、まあ、あの雪が降る地域とかはまた別なんですけど、僕が住んでる地域は関東地方なんですけど、あの霜に当てなければ葉っぱが枯れないんですよ。これがジャガイモの、秋ジャガイモの栽培管理のちょっとねポイントなんですね。でこれをねやっていくにあたって、最初の初期生育ですね。で今回その初期生育のために重要な追肥っていうのを行うんですね。ここで油かすを使うというふうになるんです。で
ここでしっかり育ててですね、まあ10月、そうですね、下旬から遅くても11月の上旬ぐらいまでにはですね、花がついてきます。その頃にもう一回ですね、追肥をします。で、今、ぼかし量ね、作ってるんですね。で、これはコーヒーカスをベースにした EM の、EM 菌ですね。EM 発酵水を使った、まあ、要は乳酸菌、酵母菌、放線菌とかね、豊富に含んでいる EM 菌をベースにしたコーヒーカスの、嫌気性のぼかし量を作ってます。で、これを最後にね、与えると思います。で、そして、12月の中下旬に収穫っていう風にね、持っていくと思うので、まあそのための1回目の追肥っていう風になります。で、これね、必ずやっといてください。必ず。じゃがいもは、肥料をね、あんまりね、いらないっていう風に言うと思うんですけど、そんなことないんです。いいお芋を作りたいのであれば、ちゃんと肥料を与えてください。そうすると、いいお芋ができます。例えば、落花生とか枝豆とかもそうなんですけど、肥料をね、あんまりいらないというふうにね、言われてるんですね。肥料をあげなくても、まあ、窒素固定でね、窒素固定菌が大気中の窒素をね、土中に固定して、まあ、肥大化していく。まあ、お芋とかね、まあ、要は、落花生とかね、枝豆とかは、そういうのでね、大きくね、育っていくっていうふうに言うんですけど、それでもですね、肥料を与えておくと、もっといいのが取れますんでね。で、まあ、ここら辺でですね、まあ、1回目の追肥ってなります。で、まあ、2回目は先ほど言ったような花が咲いた時に2回目の追肥ですね。まあ、その頃になって、まあ、気温が18度、平均気温18度を下回ってくるかなっていう頃にはですね、まあ、不織布をね、貼ると思います。まあ、毎年こんな管理でですね、秋ジャガをやります。で、秋ジャガも、まあ、大体栽培期間っていうのが100から120日って言われてるんですけど、今年発芽見込めてきたのが9月の下旬なんですね。で、まだ出てないのもあるんですね。この10月上旬に入って。で、ってことはですね、もう栽培期間が非常に短いんですね。ってことは、栽培するまでの温度、この積算温度っていうのを確保しなければいけないので、やっぱり不織布は非常に効果的な資材になって、不織布を貼ることによって、その中がしっかりと温度を保たれてですね、温度をキープして、外気の寒いね、風をですね、受けないように管理をしていく。そして大きく、茂らしてですね、で、芋も大きく肥大化させていくっていうね、そういう収穫までの工程になっていくので、まあ、ここら辺でやっていけばですね、多分ですね、この10月の上旬から、そうですね、あと数日もすれば、他のジャガイモも芽が出てくると思いますので、収穫はね、ほぼ見込めるんではないのかなっていうふうに思います。まあ、本当ね、でもこの近年、秋ジャガイモはね、非常に作りづらくなったのかなと思います。で、まあ、ここでね、まあ、作っておいてですね、まあ、冬場にね、じゃがいもをいただいたりとかですね、または来年2月以降からですね、まあ、僕の場合は春じゃがいもの定食は2月の中旬から下旬にかけて定食をしていきます。遅くても3月の上旬までには定食をしていくので、まあ、そちらのね、種芋としても使えるものになっていきます。ということでね、まあ、今日はですね、その追肥ですね、この管理で変わるということでね、お伝えさせていただきました。ということで、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。